かしら、これ。アイテムね。見つけたわ。これでお買い上げありがとうございます。
またのお越しを。いらっしゃいませ。お疲れさん。おお、よくぞご無事で。どうでしたか。ああ、この間のおじさん、祭壇に行ってきたら立ち去れ立ち去れって変な声がしたんだよね。やっぱり何かが住み着いているんだ。ちなみに条件が何か分かりましたか。それがナスでした。ナス。どうやらナスの持ち込みを阻止するための守護者がいるようです。おそらく女神様がナスを嫌っているのだと。そういうことでしたか。よかった。幸い私はナスを持っていないようだ。いやいや、ありがとうございました。これで安心して神器を捧げることができます。お礼と言ってはなんですが、これを受け取ってください。それではまたどこかでお会いしましょう。イチャくん、このナスどうしようか。私は今すぐにでも捨てたいんだけどね。もう一度祭壇に行ってみるのもありだと思いますわ。しかし今度は襲われるかもしれませんので、準備を整えてから向かいましょう。ってことはまだこのナス持ち歩くの？私の経験上、このようなボスの報酬は割といいものがもらえることが多いですわ。準備が整いましたらギルドで集合ということでよろしいですわね。ベールの目がやる気に満ちている。すっごいボスと戦えるのは面白いと思うけど、ナス現状なんてやっぱり女神様がかわいそうな気もするな。受注完了だ。頑張ってくれ。気をつけてな。
神のご。これでどう？
ベルアップ。いいものを見つけましたわ。えへい、そこへ。それそれで終わりですわ。こんな攻撃、それで皆さんに強化いたしますね。そこへ。いなせんの、そこへ。気だらけですわ。立ち去れ、立ち去れ。心なしか、前回より語気が荒くなってない？警告を無視するからでしょう。そうだそうだ、ナスなんて持ち物に入れてたらアイテムが全部紫色になっちゃうんだから。このまま居座り続けたらやはりボス戦突入なのでしょうか。私ちょっぴり興味がありますわ。私はあんまりお姉ちゃんを困らせたくないかも。ナス美味しいよね。女神様どうして嫌いなの？しょぼん。ネプチューヌちゃんも女神様も食わず嫌いなのよ、きっと。いやいやいや、私は食べたことあるよ。食べた上でノンセンキューなの。女神様は食べたことないかもしれないわ。そうだ、このナス食べさせてあげましょうよ。食べたら好きになるかも。ワクワク。え、ちょっとラム、ラム危ないわ、戻りなさい。女神様、ナスあげるわね。祭壇にセット、シャキーン。うわあ、やめ、やめろ。何が起きているの？いたずらっ子。
ここに極まれりですわね。そんなところも愛らしいですわ。でば、燃えてる場合じゃないって。なんか変な音してるし。おかしいわね。お料理じゃないとダメだったのかしら。好きだとしてもさすがにナスは加熱しないと厳しいと思うよ。って二人とも早く下がって。ヤモちゃん、何か出てくる。神聖なる女神の祭壇にディープパープルを持ち込むとは恐れを知らぬ者どもよ。ディープパープル、ディープパープルって言うんだよ今。こら、無駄に煽るんじゃないわよ。貴様、何がおかしい。深海の裁きを受けるがよい。だデューナ、責任取って何とかしてね。ナス NG の私とガーディアンさんは味方同士だと思うんだけど。あちら様はそうは思ってくださらないみたいですわよ。強敵の予感ですわ。皆さんご注意を。今回復するわ。弱き者よ。決めろ。アイスブレイブ。このくらい平気よ。フライマー。この程度。大丈夫。ガード成功。逃がさない。弱っている場合じゃないわ。今そこに。効かないわ。弱っているがそこないわ。ガード成功。そこに決める。
配信しかないぜ。これでこれで弱き者に貫くですよ。貫く今回復するわ。